あ、お疲れ様。あ、俺チケットをプレゼントしてあげようかな。な、何枚か。な。それでいいんだったらいいけど、当日ね、シークレットゲストのバンドをね、ご招待しております。それではどうぞ、アツムですって言って、はい、どうもアツムですって出てきた時に、俺に文句言わないで藤沢さんに文句言ってくれるんだったらいいよ。それでね、僕にヘイトが向かないんだったらいいけど、希望者 DM で募集し て、ね、ていただいてますと、電子チケットだから分配しないと、ね、アツムです、はい、どうもアツムです、難しいってこと、ゲストということで、呼んでもらいました。難しいってこと、今日はね、オリジナルの、ね、曲をね、1曲、歌っていきたいと思います。俺の脳みそで難しいってこと、紙のチケットが一番楽だよな、ね、ピャッピャッてな、怒らないんだ、アナログだから、アナログだから。ねえ、アナログなもんで、アパツアーパツアパツアーパツアパツのアパツとアパツ、今年は PC でやるから、あの客席のなんていうの、話し声とかは入らないようにはなってるんだよ、一応。え、つか荷物いつ来んの、マイクから音取り込むから、荷物今回は大丈夫、こんなやつだけど、マイク持ってる人の声しか入らないから、基本的には。今年はふわっち歌謡祭だよ。そうなの、アーカイブはね、ふわっちに残すよ。あと YouTube に誰かあげるんじゃない、荷物来ねえと、ユイピーお風呂に入れるんだけど、プロのカメラマンが入るから、それはないね。固定でステージ撮るのと、あとステージ下にカメラマンの人が、これでスクショ送ってあげないとダメなんだと、俺でもできる、それはないと思う、多分。実際、プレゼントってなったら、行ける人だけにしてよ。どれぐらい欲しい？スクショでいいの？だから、ナナちゃんのほくろまでしっかり見えるんじゃない、多分、よりで撮ったら。え、いけるんじゃない、養分には難しいと思う。ペットちゃん友達の欲しい、一人ぐらいしかいないってこと、欲しい人いる、ちゃんと来るやつだよ。そしたら俺プレゼントしてやろうかな。スクショじゃなくて QR の分配、なんなん QR の分配って、頭痛くなる。あ、会場でこれが会場で千円札いっぱい持ってってこう配っていくってこと、4枚ずつ、はいはいはい4枚ね、はい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 って、知らないやつとか来たらどうすんだよあそこ行ったら今4000円返ってくるよっつって、なんか俺気づいたら全員の払ってたとかある、お前おかしくなんじゃないね、知ってる。ああ、そうか、奈々ちゃんの配信で見てるか。あ、ちょっと、やばい、ね。終わった時に、来年の今も歌えばいいじゃんって。いや、私はね、いいわよ、この友情ね。まあ、どうしてもね、まあ、レジェンドっていうなら、あれだけどさ、言ってたけど。いや、それはあれだ。ニヤニヤしてたよ、この終わった後。QR コードだから QR をペッと送ったらいいでしょ、あくまでも養分リスナーにってことだよね、そんな当たり前だろ、なんで俺人様のリスナー、お前ナナちゃんに会いたいんで養分チケット買ってくれませんかって、あ、いいよいいよいいよって買うわけねえだろ、いい加減しろよ。タコのジャック、タコだよ、あ、キコママは自分で企画するんだからいいでしょ、別に加減にしろよ。まあね、チケットが売れなくても別に他の配信者の負担にならないっていうことだけはね、理解してください、ね、自分のリスナーさんを呼べば、まあ、物販とかで売れるだろうけど、別に物販なんて余っても別にそのライブじゃなくても売れるわけじゃない、別に客席が
気が閉まるのは俺らだけであって、別にそこは他の人に迷惑をかけないんで、ここだけは理解してください。チナ、配信は、ね、俺はつけるわけだから、物販はしません。かろうが多かろうがね、いやしない。だって売れなかったら荷物なるもん。ポケットマネーのあれに。やだよ俺、新幹線からこうやって持っていくの。それで余ったら。ただでさえも面倒くさいのや。あ、中学生はオッケーらしいよ。小学生はダメらしい。別にお客さんゼロでも別にやれ。中学生からオッケーらしい。カメラつけるんだったら配信としては二重丸じゃん。別に現地にお客さんが来なくて。らしい。生配信で見てくれる人が去年みたいに1万人ぐらい来るんだったら、ステッカーだけでも売ってほしいな。あ、ステッカー？ステッカーは、いや言ってくれたらあげるよ。ね、去年は丸椅子だったけど、今年いい会場にしたっていうのは、売らないね、めんどくさいから。イルミネーションスロットありがとう。いい場所の方がいいかなと思ってやっただけ。ありがとう、ここ。俺はね。じゃあ俺貯金箱置こうかな。貯金箱でやるんでしょ、なんか企画を。別にそれと比較されたところでいいがな、別に。貯金箱はカンパしてくださいってこと、養分伊藤にお金をくださいっていう貯金箱。貯金俺当日貯金箱持ってこ。ギャランティーボックスでしょ。貯金箱ボックスってことでしょ。別にいいんじゃない。貯金箱置いてこう俺。貯金箱で、その日終わったらいくら入ってるか開けよう。貯金ってことでしょ。貯金箱なあ。いや悔しいとかじゃなくて、別にいくらでイベントを開催しようが、別に来たくなかったら来なきゃいいだけだし、別に何を売れたところで別に良くないね。貯金箱を置いてた。養分伊藤。養分伊藤ってネームバンって貼って、上に「お気持ちはこちらへ」っつって貯金箱って知ってるから。置いとこうかな貯金箱。だって物販しないもん俺。他の人は物販するんでしょ。ねえ、俺は貯金箱。どの道赤字なんだよ。150年来たところで赤字なの。そもそもが貯金箱置いとこうかな。ねえ、俺らは貯金箱、ね、どうしような。貯金箱盗まれたりしたら。小学生がなんで小学生にしたか。ねえぞ、誰だ俺の貯金箱盗んだやつ。小学生以下の子供。貯金箱盗まれるかもしれない。チケットを1枚買ってお膝の上に子供を乗せたりして座る人が増えたら、いい気分をしない人がいて、後で文句言う人が絶対に出てくるんですよ。スパークの時、だけど俺スパークの時ミラー禁止だったけど、俺ミラーしてたで。だから中学生以上の子はまあ普通に一席ないと。何人か書いてた。でもそれをやる人がミラーはダメだよ、養分って書いてある。無視した。いやいいじゃない、ゼロワンで出る。ちっちゃい子がいてビービーギャーギャー泣いて騒いでたら、せっかく4000円払ったのにね、隣の人がうるさくて、ね、集中できませんでしたと後からクレーム言われても困るやん。で言われた方も気悪いやん、私のこと言われてるって。そうならないようにダメにしてるんですよ。しかもお酒が入るからね、酒を飲む場だから、そういう子がいたらかわいそうやん。ユイピー連れてて、クソ親だとかコメントで書かれたりしたらやむでしょ多分。ユイピーはまあステージに立つんだったら出演者としてってことでしょ。ユイピーはステージに立つだな。救急車なずっと鳴らしてるね。救急車ってうーってずっと鳴らしてるね。経験者。ユイピーたら強いな。配信者としてってことでしょ。配信者。ユイピー。いや、シング
来るだからどうのこうのって昼間だからさ預けたら預けたらシングルだから子供たち行こうと思ったらシングルだったらお昼じゃない2時から6時だよ2時から6時だったらユイピー、ユイピー初の舞台に立つってこと託児所で予備走っていいのって会場のトイレの中でお気に入りさんの名前でねあのいい予約してるから迷惑かかるようなことはやめてくれってなんか口ずつ UEP 貯金箱設置したらすごいことになりそうだね。さん大丈夫ってゲレンデ乗って登場するゲレンデ乗って、でも今回は去年の控え室より大きいちゃんとしたなんかあ、お強いもクーちゃんも OK かな。ありがとう。センキュー。去年はね、今年どんどこ花火、センキュー、ラッコイ。1階から1階に降りてステージ。クーちゃんも行くか。新幹線ゲレンデモテる。あかんわ。そうだわ。だから車で行かなきゃダメ。狭い、まあ、めちゃくちゃ広いわけじゃないから、オープニングに出る人は控え人はその後は使わないようにいつ来んの。あや、配達員。150席中今50席作ってた100人ぐらい多くても来ればいいかなっていうぐらいでだけど俺がもしやるならやっぱ150席あったら150席は埋めたいよね。やだよね、もったいないよね。100人来ればいいんじゃない。テンション的っていうか企画やって赤字ぶちたくないだから言ってんじゃん T シャツ買ってくれって。背もたれつき T シャツダンボール避けたいんだよ俺。これ邪魔だからセットアップと T シャツ買ってくれっつってんだよお前ら。邪魔なんだよでけえからダンボールが。ねえ邪魔なんだってダンボール。いやいや売れるよ売れるよ。だって第1弾も売れたから売れたから買ってくださいよ。セットアップ2万円ですね。ただセットアップもうちょっとねなくなる。これ何待ち荷物待ちっすね。買ってくださいね。アパレル業界の厳しさ知った？いや厳しさ知らないですよ。ギャンブラー儲かってますからね。ギャンブラーいいですよ。いつかあの御堂筋に立つんでねギャンブラー。はい買ってくださいよ。白 T時計 T、ファミリー T、セットアップ。セットアップはだよ、もうちょいでなくなるからな。もうちょっとで。この髪型アイドル夢工場ヘアです。あ、こんばんは。何？これ？サングラス？レイバンじゃないですよ。セットアップ買う？あ、買って。買ってくださいよ。ギャンブラー。DM 待ってますよ。DM ライン。皆さん買ってくださいよ。よろしくお願いします。どしどし待ってますから。どしどし。安心信頼お届け。ね、常にね星5つもらってるんで。ゆいぴいつ、いや荷物来ないんだってまだ。今の時期 T シャツはって、おめえバカだろ。家ん中おめえ何着てんだよ。 T シャツだろ。家ん中でおめえパーカー着て過ごしてんのか。あ、過ごすか。セットアップだったらなあ家あったけえだろ。お前らなんだい、
クーラーでも節約してんのかいねえ。夏が終われば、あ、冬が終われば次春が来んだからなあ、来るんだから死のごの言わず買いなさい。ヨベも今、いや外出てたからでしょ、家でもいても俺半袖だろ。本当にお前らは、あーバカ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 、怖い怖い怖い。あの来年の冬はヨベイとハイブランドジャケットね、ギャンブラール出したいね。ギャンブラールヨブイとハイブランドギャンブラールギャンブラールモンクレール25万とかで25万ぐらいとかでさ、20万とか高なんでよ、モンクレール買いに行ったら20万ぐらいするだろ。ハイブランドっつってんだろ、ハイブランドってね、ギャンブラールいいかもしんないね。ヨブンが今着てるパーカー、これカーズってやつじゃなかったかな、なんつうんだっけこれ、これカーズってやつじゃなかった、カーズ、カーズじゃねえのか、なんてやつなんだろう。あ、大丈夫よ NG、 他にもなんかいっぱい着てんねん、うち。あ、レディーメイドだって、これレディーメイド、レディメイドってやつだって、これ、これね、レディメイド。あ、やっと来たわ。やっと来たわ。あ、やっと来た、やっと来た。今ステッカーも3種類頼んだから、でデザインできたらステッカーニューのやつ頼むよ。今年度ステッカー、今年度。佐川は電話出ねえよ。あ、佐川は今来たわ。あ、佐川が来てねえのか、ちげえわ。なんだこれ、ヤマトだわ、ヤマト。あいつ電話出ねえわ。いや、歌合戦には間に合わない。だって歌合戦に間に合わせてないもん。歌合戦は俺の企画じゃない、言われたから行くだけ。あ、カラーマッチありがとう。ただそれだけ。本当に俺はこうポケーっとこういるだけ、いるだけ。ただちょっと来年はちょっと企画したいな、ギャンブル企画第1回。リスナーも参加型協定クラブみたいな、一人みんな持ち金1万円でかけ方良くて5レース行って、一番うまく取った人には俺賞金払って、あ、やりたいわ。で現地に来れる人限定でやりたいな、現地で来れる人限定でやりたい、協定やりたい。いや、会場どっかでその近くの人が来てやってほしい、やりたい、やりたいね。俺が賞金払うからやりたい、やりたい。初心者でもいい、誰でもいい、やりたいな。ギャンブル王決定戦みたいな、やりたいわ。100円でもできるじゃん。だから
持ち金はもうみんな参加する人1万円だけ持ってきて、まあ、あとは金額のかけ方は自由で、5レースぐらい終わった時に一番それが増えてた人が賞金とか、いいんじゃないの、いいんじゃないの、そんなんでやりたいな、やりたいわ、ギャンブル企画やりたいわ、スロットでもいいけどね、スロットとかやりたいな、ギャンブル企画、一人飲み2024 12月5日6時30分、はい行きます、あ来てほしいわ、ギャンブル企画やりたいわな、あやりたい、みんなで楽しみたいね、みんなでこの分かち合いたい、おーうわマジで分かち合いたいわ、好きだから、ギャンブル好きだから、大阪だったらあるんだよな、四海楼なんか行ったら一島リスナー全員埋めてリゼロとか打てんだけどな、全員にいくら負けるか分かんないけどな、10台ぐらいあるだろう、もうちょっとあるか、15台座って全員で全部合わせて60万負けぐらいになりそうだけど、やりたいわ、あのマジで気合いの入れたギャンブラーたちを全員リゼロに並ばせ、この一島全員配信者とリスナーにして本気打ちやりたいわ、いくら負けんだろうな、まあプラスにはなんねえだろうな、プラスには、いやプラスにはなんねえと思うよ、多分全部でマイナス70万とかいきそうな、70万とかいきそう、カラマッチありがとう、なギャンブル企画やりたいわ、俺ギャンブル好きだから、ギャンブルが死ぬほど好きなのさ、いやリゼロ誰も座ってないとかじゃないから、四海楼行ったら誰もいないんだからしかもどの時間に行っても誰もいないんだから、あなんで経営成り立ってんだろうなアイルミネーションスロット KP もありがとう、なんであんないねえんだろうな、全国の来店の案件取ってくるか、案件とかなしたいな、俺もしたいわ、したいな。お。あらな。今度キャ家臣も来ていいって。まあそれはまあ私も理解しました。うん、何を、はい、何を歌ってくれるの？ちなみに。マキシマホルモンの。めつめつめ。大きい貯金箱探しに行こう、近いうち大きい貯金箱、当日満帆になるかもね、あ小銭入れれないようにするかな、小銭空の財布置いとく、空の財布、小銭入れれたら小銭入れるだろう、みんな紙しか入らないシステム、袋とか置いとく、ポチ落し玉袋みたいなでかいのこの中にどうぞって、え入れなくてもいいんでしょ、おうな何人か入れてくだろう、札だけ
聖女は最近パチンコしてる。パチスロ、パチペロになってる。パチペロ、でかい貯金箱持ってた、甲羅の瓶みたいな。ゆいぴお風呂入れに帰ろう。今日ゆいぴお風呂入れてあげよう。最近入れてないからパパする。パパもうちょっとしたらイベント始まるから、今日はパパしちゃおう、ね、荷物もう一個来たよ。あと黒猫電話出ねえんだよ、あのアホ。如意棒見つけたって。だからまだだっつってんだろ。如意棒はまだだって、まだだってせかすんじゃねえよ。まだだっつってんだろ。いや明日ワンチャンじゃない、明日なかったら来週やね。夜はやらないの？夜やるよ。ビール、おビール、おビール飲む、おビール。あ、ゆいぴはお風呂上がっかとやろ。ゆいぴチンポ出したらバンなるだろ。付き合ってらんねえからよ、おめえらに。両目二重整形して、二重整形してってよ。人様の顔をいきなり整形しようとすんな。他お前はな、なんてこと言ってんだおめえよ。他おめえはあれ、お財布入ってる、入ってるか。寂しくて恋しくて見えない夜はあなたを会いたくて、会いたく、フンタ寝てるわ、この黒いの、これフンタ。やっぱフンタの寝床はそこなんだな。なんか愛着湧いてきたな、あの猫な。ペットみたいに思えてきたわな。やっぱあそこなんだな、フンタの家。
昨日の猫はあれあれはレオ、あいつレオじゃねえよ、ブサって呼んでたはずだけどな。俺ブサイクな顔してるから名前はブサ。そしたらファニーが名前レオに変えてた。あいつ餌付けしたんだよ、あのバーベキューしてたら来たからよ。気づいたらファニーも餌付けして完璧に寄ってくるようになった、ついてくるようになったね。完璧に。ファニーキャット、ファニーキャットですよ、手名付けてたね。あなたに会いたくて、会いたくて、ねんねん夜はあなたを愛してる。ひでママは死んだんだよ、いつまでも汚いおかまの名前出すなよ。当分微糖って何者って知らねえよ、分かるわけねえだろ。俺が分かるわけねえだろ、誰だよ当分微糖って。いっぱいいんだよ、なんか当分加藤みたいなのとか、お化けわかんねえな。うじゃうじゃ寒い寒い寒い。当分微糖、当分微糖、当分微糖。何なの本当にこの当分微糖って。アイコンはカバ、エビチリ、フカヒレ。何なのこれ、何なんだ当分、当分微糖、中華料理藤沢でご飯って。全いろいろ混ざりすぎじゃね。タイトルは中華料理藤沢でご飯、エビチリ、フカヒレって書いてあって、そして名前は当分微糖。いや深いね、エビチリとフカヒレ食ってんだ、深いね。いや深いね。駒井くんに基調紅白に行こうって謝ってもらえない。 何言ってんのお前、お前ブロックな、バルス、頭欲しいじゃねえや、おめえこれ。ぶち殺すぞ、お前。貴様。しかも、あの、なんか、紅白も、なんか、俺のせいにされてるけど、俺、あいつと口も何も聞いてねえのに、勝手になんか、俺のせいで、紅白とかやめてくんね。あ、めっちゃ迷惑なんだけど。え、思うでしょ？じゃあ、マジで。何よ、お前。いつの間にか勝手になんか俺のせいでいかねえみたいなあれにしてんだよみたいな、おめえが勝手にやってんだろうみたいな、ふざけんなよな。じゃあマジでふざけんなって思う。ほんとあのあそこのバカリス嫌いだもんな俺、マジで嫌い。あそこのバカリス、アカウント出してコメントとか売っててみろよ。全員スクショ取って記録に残してな、嫌がらせしてやるから、完璧な嫌がらせな。ああ覚えとけよ。春日よ。ああおいよ、香川が配信外で名前出してるぞって。
カバさん面白いのかな、ルパン。タイプライターか、タイプライター、知らなくてすまん。揉めてんのかい。いや揉めてもないね、揉めてもないね、揉めてないけど、なんか一人で肩に拗ねてんだよ。拗ねてんだよね。ふかしいものもっと、なんかふかしいもがもっと、なんつうの、なんつうの、もっとガキっぽくなったバージョンって感じ。全員の企画をことごとくドタキャンしててる。全員の企画をことごとく。あ、いや、立ち悪いって、立ち悪いって。自分の感情一つでやるんだから、はあ、立ち悪いだろ。貴重だっていい気しないだろ。マジでいい気しないと思うね。あんなことごとくさ、ね、ドタキャンばっかしてたら。行かれてやがるぜ、行かれてやがるぜ。ほっとけばいいのって、ほっとけばいいって言うけど、相手にしてんのいつもお前らだろ。言ってんなおめえ、ふざけんなよこの野郎。こっちはよ、しのぎ削られてんだよ、しのぎが。邪魔ばっかされてよ。養分伊藤さん、まあいいよ、頑張るから。俺頑張るからさ、お前らも毎日ナイス頼むな。俺頑張るから、一生懸命。おう、今日ユイピーのチンコ洗ってやるから、光るぐらい磨いてやるから。ユイピー、ユイピーのおチンポちゃん、分かったな。おチン、今日はユイピーお風呂入れてあげる。最近お風呂入れてあげれなかったから。男を一回裸の付き合いするわ。ヨーベンさんのアンチが小前くんだよ。俺あんまアンチいねえで、フワッチに。多分俺配信者の中でもアンチは極めて少ない方だね。いや純粋にモンジョリリスナーが押すから勝てない。マジで勝てない。モンジョリリスナーの後押しが強すぎるならは。いつも通りさ、やれるぐらい頑張ってさ、美味しいさビール飲もうよな。あ、センキャラ深い。美味しいビール、まあ、別にいつもなんか競ってるわけじゃないからね、負けてもいいんだけどね。まだまくれるから頑張るわ。一番にこだわってるわけじゃねえからな。その分ゆっくりできるじゃん。
強いからね。まあ、頑張りましょう。頑張る頑張る頑張るぞい。そう、頑張る頑張る頑張るぞい。おお、ありがとう。キラキラ、センキューラスコイ、ナイス、ダスカイ、ナイスだ。まくった後にバニー、あ、確かにあるわ、それマジであるわ。ちょっと今月気をつけても、いつも俺まくって気合い入れた時にバンになるんだわ。あぶね、ジンクス忘れたことだった、今思い出したわ。いつもそうなんだよ、まくるとバンになるんだよなあ。いつもなんだよね。なんかでも気合い入れてやった時に限っていつも俺一人で撃沈してんだよね。何これみたいな。嘘だろって。毎回そうじゃん。撃沈すんだよ。ユイピーのクリスマスプレゼント何ある？あれ俺なんかね、なんかあげようと思ってたんだよね。あ、何だったっけかな、忘れちゃったな。あ、プラレール今年あげようかなと思ってる。プラレール。ユイピーのクリスマスプレゼント。プラレールが気に入らないかなって。ねえ、タクシーっていう意味わかんねえ動きするよな。うざくね、タクシーって。ハザードつけてたと思ったら急に入ってこようとしたりみたいな、このなんつーの、うにゃ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 、うぜえよなタクシー。なんだよおみえよって、こっちはおみえがいるから曲がろうとして、今度おみえが曲がろうとすんのかよみたいな、うぜえぞお前って感じな。死のでばんがりだな、死のでばんがり頭引っ叩いてやろ、カツーンと言ったかお前、ほんまクランプ投げつけてやる、クランプじゃねえこれ、何やったこれ、投げつけなお前クランプ。おむきしユーマはどうなったんだい。ユーマ行方不明だね。ユーマ、ユーマの病院はないね。だから自然治療しよう、もう諦めよう、治らない、あれが幸せ。結論、ユーマはあのままがユーマとして一番最適。自然治療、経過見ます。あの宇都宮の病院に中ちゃんに連れて行ってもらおう、やばない病院。経過観察しよう。いや、なんか病院ってなかなか空いてないらしいよ、そういう病院。
たに会いたくて会いたくて。ゆいぴーは空気を読むこともできたみたいだね。それが前回判明したから。恋は盲目、恋は時には人をおかしくさせるかい。逆にあられちゃんの前に連れてってみる。それが一番面白いかもね。やっと会えましたね。やっぱ想像通り会えましたってなるかもしれない。逆によし、ちょっと俺ユイピーいるから一回家帰ってユイピーお風呂入れた後配信するわ。オッケー。うちのこれベイビーいるからよ。うん、ちょっと今日ユイピーお風呂入れてくるわ。はい、後ほど。ありがとうございました。トリュッツ。